ございます。朝一の新幹線にそのまま乗って熊本県に向かっています。はい、RTK 熊本放送さんに到着いたしましたということで、はい、今日はですね、旅する和牛計画を、ラジオで生放送で PR させていただけるということで、はい、それではレッツゴー。しっかりとですね、こんな感じで着替えまして、入館証もいただきました。熊本としてなんですけど、福耳ラジオさん、かなり有名、そして人気なラジオ番組だそうで、例えばですね、旅する和牛をしっかりと、PR してまいりたいなと思います。頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。スタジオには、旅する和牛プロジェクトの森田隼人さんです。おはようございます。こんにちは。よろしくお願いします。今回牛を歩いて連れていくっていう、もう本当に前人未到のプロジェクトが今始まっております。牛さん歩くんですか？もともと牛は歩くものやったので、行動をテクテク歩いて、その中にストーリーが詰め込まれながら行くんですけどね、うん、料理をする気持ちとしてストーリーが詰まってた方が絶対に食材は美味しくなる。なんかもう可愛くなってくるでしょ、ずっと一緒に。もうやばいです。もうキュンキュン来てて、そのプロジェクトにたくさんの学生さんも関わっていらっしゃるところがまたすごいなと思うんですが、はい、平均年齢なんと21歳ということで、彼らが僕たちが感じること以上の感受性で牛を一緒に連れて歩く旅を共にすることで、もうすでに号泣したりしてるんですよ。歩いてきた牛さん、まあ、最終的には、まあ、土地区されて、まあ、食卓に上がって、それを私たちがありがたくいただきますですね。はい、ですよね、はい、命ですよね。命ですね。もうこのストーリーを皆さんと一緒にね、はい、共有したい、共有して、そして味わえる日をまた楽しみにしております。お願いいたします。筋肉界のカリスマでいらっしゃる、森田隼人さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいです。頑張ります。ありがとうございます。毎日の牛